ケイアイガーベラとは日本の競争馬である。主な勝ち倉はプロキオンステークス、カペラステークス。2008年11月8日、京都競馬場での新馬戦でデビューし、3番手から抜け出して2着のおしゃべりコッパに5馬身つける鑑賞でデビュー戦を飾る。起乗した秋山新一郎は新馬戦勝利の時点で重賞を取れる馬だと確信していたという。3歳を迎え、 3歳初戦で2勝目を挙げた後、しばらくは足踏み状態が続いたものの、秋に3勝目を挙げて3歳戦を終える。4歳、初戦、2010年1月11日の1600万下山カステイクスに勝利して、オープンクラスに上がった後、3月13日阪神競馬場のオープン特別、ポラリスステイクスに出走し、2着セントラルコーストに小馬審査を、 つける圧勝で3連勝を達成。続く、船橋競馬場の交流競争マリーンカップは慣れない、環境に身を置いたせいで、息の悪さを見せ4着に敗れるが、体勢を立て直されて出走したプロキオンステイクスは、馬体が前走と比べて14キロも増え、また、主戦の秋山の負傷により、岩田高生に、手綱が変わったものの、レースでは、大外枠からの逃げの先方に出て、 最後の直線中ばで追い出されると、2着サマーウィンドに4馬審査を、付け1分21秒8のコースレコードも引っ下げて、重傷初制覇を成し遂げた。秋に入り、田綱が秋山に戻って出走したエニフステークスでは2番手から楽に抜け出して、マリーンカップで先着を許した東方ドルチェに5馬審査を、付けて解消し、単勝1番人気に応える。しかし、続く、 武蔵野ステークスは出遅れもあり15着に敗れた。クレのギャラクシーステークスでは巻き返し、後一位相から直線突き抜けて、ダノンカモンに2馬身反差をつけて解消した。2011年は、ネギスステークスから始動したが聖クリムズンの8着に、敗れ、フェブラリーステークスへの出走を断念する。自走は、高知競馬場の交流重賞黒船賞への出走を予定していたが、 3月11日に発生した東日本大震災の影響で開催中止となり、代わりに出走したポラリスステイクスでは、馬体重を16キロ減らし、56.5キロの筋量を背負うなど条件は良くなかったものの、勝った大小ジェットから花、首差の三着に踏みとどまる。連覇をかけて挑んだプロキオンステイクスでは一番人気に支持され、レイスは内から花を奪い、 最後の直線でリードを広げにかかったが、シルクフォーチュン、ダノン・カモンにかわされ3着に敗れた。秋を迎え、エニフステークスでも逃げたが、最後の直線で、ダノン・カモンにかわされ2着。この後 JBC スプリントに登録されたが、補欠3番手に留まり出走せず、12月、中山競馬場のカペラステークスに、出走、2番人気に指示され、最後の直線で束を引き離し、 二着ティーアップワイルドに庭進半の差をつけて一着となり、重賞二勝目を挙げた。表彰式直後、平田治む調教師がオーナーサイドに使うところもないと引退を進言し、結果的にこれが引退レースとなった。東京、中山と公営船橋へ、計4度遠征した関東圏へのレース前日の輸送は食欲に影響するため苦手とされ、 ネギスステークス出走時にはレースの約1週間前からミホトレーニングセンターに滞在を試みたが破れた。主戦の秋山は左回りのコースへの適性がダメなのではないかと述べている。結果的に最後のカペラステークス以外の関東圏でのレースは結果が出なかった。2012年より生まれ故郷の竜久し牧場で繁殖牝馬となった。 2015年に誕生した2番子の k i ノーテックが2018年の NHK マイルカップを制している。また1番子はカタールレーシングに購買されてフィアスインパクトと命名され、当初はイギリスで走るもデビュー戦勝利の一勝にとどまりオーストラリアに移った後2018年12月にはランドウィック競馬場のギー重賞サマーカップで日本からの遺跡場里のラーゼンを破って、 重症制覇を成し遂げ、2019年10月のトゥーラックハンデキャップで G1 発制覇を飾った。セイモア・ブラドスタック、ミスター・ FW ・クック、ミセス,ス・ CM ・クック、ミスター・ NJC ・ハン、デンズ・レーシング、オーストラリアン・レイズ・ホース・ブリーディング。ありがとうございます。